サボコないだよ。はい、始めます。はい、では続けたいと思います。仏様の説法にはですね、四依師といいまして、仏の4種類の説法があると、こういうふうにですね、正大乗論、天神のお兄さんである無著菩薩が、有識の教えをまとめた大乗仏教の概論書として書かれている本、正大乗論にそういう内容が書いてあります。略して正論とも言いますが、正確には正大乗論で、これは確かに今から聞いたら分かりますけども、うまーく表したなという感じがしますね。私ももう40年以上ですね、仏教を学ぶことによってようやくね、この全体というものがなんとなく分かってきた感じがいたします。今から聞いてもらったら分かりますが、お釈迦様の説法にはね、この4通りの説法があることが分かります。難しい言葉で四依師と言いますね。要はこれね、4つ、平等意、別事意、別義意、主情行欲意と、これを4つの意と言いますね。主はこれ趣で、心ですかね、4通りの御心、趣、意趣、心の仏様の御心ですかね。仏様はどういう御心で、説くか、それはもう我々を幸せに導くためですね。でこの導くためにはね、こう4通りの方法を駆使して我々を、導こうとされていることが、私これ4つを聞いてみてね、うまく言うなというふうに感じました。で私これ実はね、深い思い入れがあるんです、この言葉ね。私以前の団体ではね、共学試験というのがありまして、共学試験ね、大同士試験、講師試験、大講師試験で学士試験というのがありまして、私名誉というよりもやっぱりね、仏教の勉強もともと好きだったのかわかりませんがね、学校の勉強以上にね、仏教の勉強好きなんですよね。それでずっとね、一応1年生の時に頑張ってね、大同士になって、で2年生で、講師になって、3年生で大講師になって、で4年生で、ちょっと名誉語られたけどね、学士ってほとんどいないから学士になろうと思ってね、勉強したところね、そういう過去の問題集を勉強していたところね、これを知っとったならば大講師あるいは学士がなれるというようなことが書いてあったんでね、ちょっと知りたいなと思って、これ理解できとったらね、もう丸々界では最高レベルのね、驚愕がね、もう分かるぐらいの世界になるかと思ってね、大学時代にこれをちょっとね、関心があってね、もう覚えた記憶がございますけどもね、そういうことでちょっとなぜか思い入れがあるんです。別にこれ知ったからといってね、悟れるわけじゃないけどもね、知っておいて損はしないと思いますね。仏教同士はやっぱりね、仏教の学問というのはね、本来はあなたの苦しみを抜くためのものばかりですからね。中にはそうじゃないものもあるかもしれませんけどね、一応これを書いた人、禅道大師やこの無著菩薩もね、お釈迦様ももうね、仏弟子たちはね、もうこれを書くことによって皆さんの、ね、苦しみを、ね、抜いてあげたい、悟りを開いてもらいたい、皆々信心欠如ありかしと、この気持ち一つで仏教というものはあると。だから私の下脱、苦しみから解放され苦しみから脱出する、これを抜きにして本来は仏教はないんですね。だから仏教の、学問も私は大事だと思います。ただね、目的がね、我々は目的ずれてね、人に自慢するために、人をね、バカにするために、法論でね、やっつけてね、相手を懲らしめるために、いじめるために学ぶんじゃありませんからね。あくまでも仏教の学問は自分の下脱、自分が悟りを開く、そして幸せになる、煩悩から離れていく、ね、みんなが幸せになるための学問であり、教えですから、これを抜かしてはいけないと思いますね。そういうふうに読んでもらったら、先ほどのね、安楽死の内容でもね、いろんな人が仏教を学んでますけども、やはり内容は
ここに縛られてますから、下脱ね、私の幸せ、どうしたら煩悩から離れていけるか、どうしたら、悟りが開けるか、ね、臨終迎えても、後悔なく死んでいけるような人生が送れるためには仏法は絶対必要だと思います。そのための仏教であることをね、私は確認したいなと思います。話を今から戻しまして、じゃあお釈迦様には、どんな、説法の仕方があったのかといったらね、こういう興味深い言い方でおっしゃってますね。四一種、四種類の仏のお釈迦様の四種類の説法がある。またこれは禅師式のね、見習ってね、相手に応じてこの四通りのね、あのやっぱり解き方というか、こういう説法もできる人はしていかれたらいいなと思います。私はなかなかできませんけどもね、でも努力したいなとは思っております。まず一つ目、平等意とありますね。今これはまあ一種ということで、御心をね、仏法者の説く人の御心でありますが、平等の意とありますね。でこれはね、やっぱりあの差別にとらわれたものを導くと、ね、やっぱり平等の教え、仏教はね、これによってみんな やる気が起きるんですよ ね。確かに今から言ったらね、もう能力の違いはあります、厳然と差はあります。しかしやっぱりね、みんな平等に救われる、ね、厳密に言ったらみんな区別違いいっぱいありますけども、この心があなたを苦しめますから ね。仏教から言ったらこの生命を平等に見る心、これを育てていかねばならない。で我々は我があるからね、思いっきり差別するんです。この差別する心、これをねなくしていくね、差別のとらわれたものを導く、これをやっぱりなくしていく説法として平等ということを強調するね。浄土真宗もそうでしょ、みんな平等に救われますと。たとえ悪人でも善人でも老少善悪を問わずね、年寄りも若者も善人も悪人も女性も男性もね、老若男女を問わずと、これはいい教えですよね。この教え仏教にしかないから、キリスト教やイスラム教ではね、思いっきり差別の教えですから ね。自分たちの、ね、神様、死に取るものはねいいけど、死に取るものはもうね殺してもいいんだとかね、やっつけてもいいんだというふうに言うんですよね。仏教は宗教関係なくね、仏教をたとえ信じてなくてもね、自主の対象なんですよね。差別を徹底してなくしていく教え、ね、そういうことをね、平等の、ね、心で接していく、ね、差別にとらみんなとらわれてますからね、ががありますからね、この違いを問題しますから、上に立とうとしてる、これで、ね、我々は罪作ります、分別心で、ね、それをなくすための教えがこのお釈迦様の説法なんですよね。どうしても差別にとらわれたものを導くということで、この平等意ということで説法があります。だからあの法然門下、法然上人や親鸞聖師がね、もう爆発広がったのはやっぱりね、農民とかね、もう学問のない人にも救われると、これが魅力だったかもしれませんよね。これまた問題はね、俺たちがすごいんだと思ってね、ねえ、こんなボンクラでも救われるということで、また衝動仏教をバカにした、これがまたちょっと問題になったんですけどね。あの人間でやっぱり我がありますからね。でもそういうことをなくすためにお釈迦様はね、やっぱり平等の心で、ね、この差別にとらわれたものを導くために、この御心で説かれているところがいろんな説法形式において見られますね。だからもうこのまさにこの差別する心、これがあなたを苦しみますから。今でもね、ブラック差別とかありますね、人種差別ね、この性の問題でも、同性男性女性の問題でもありますけども、この差別する心ね、これがあなたを苦しめる、これをなくしていくのが仏教だから、それで、この差別にとらわれたものを導く、そういう説法形式として平等意という教え方をお釈迦様はされていると、まあ、これはいろんなあの形として、お経には、あると思いますね。次問題になっている別字です。ここですよね、別字ね。これは意味は時間が別なんですね。時間が別ね、まあ、一番分かりやすいのはね、塵も積もれば山となるとね、一つのね、金銭で
これを一日一日やっていたらね、もう大金持ちになれると。ね。塵も積もれば山となる。これが本当なんだけどね。こんなん言うたらやる気ないから、やりこくさないからね。ね。こんだけやったらもうこんだけなれるということで、あたかもね、念仏によってあなたはね、仏になれるという言い方は魅力ですよね。所善ができない私は念仏だけで、ね、仏になれる。なったらすごい魅力ですけども、じゃあ実際はどうなるかいうことですけどもね、 あたかもね、みんな死んだら念仏によってみんな死んだら仏というふうになってますけども、まあ、これもこういう言えないかも言えるような感じもしますよね。実際は置いといてね、そういう方便としてですね、本当は時間かかるけれども、やはり あたかも短くね、期間を短く持っていくという方法がね、お経にあるんです。まず仏教を学んだらね、三大葬儀行と言いましてね、有識で教えるんですね。初時までが、四時一段までがね、一大葬儀行。七時までが二大葬儀行。で、八時以降、五十二段までが三大葬儀行で、膨大な年月かかると。これまともに聞いたら、ちょっとね、もう絶対誰も不可能ですよね。でこれを例えば華厳宗なんかはね、3通りに分けたんです、ね、今仏法を聞いてる人はね、過去世で仏法を聞いてきた人と、で根性頑張って未来は仏になると。結構親鸞として似てますけど、親鸞師匠に結構華厳経を学ばれまして、華厳宗ではこういうことする言うんですわ。3つに分けるね。今聞いてる人はね、過去世で仏法を聞いてきました、で根性頑張って仏法を求めたら未来に仏になれると。結構短くなりましたよね。ちょっとそんな感じで解くようなところがお経には割とあります。つまりね、本当のことを言ったらもうやる気なくなるからね、まあこれでもこれも良くないかもしれませんけど、まあ期待な心、人間ってね、生蔵なんですわ。真実から言ったらやっぱりね、コツ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 努力精進、あなたの種まきによって決まる。この種まきもね、阿弥陀仏の力で実はね、させられてるという言い方もありなんですけどね、やっぱり自分が頑張らないと、自分の種まき、自分何にも努力せんで阿弥陀様がされたんで、こちらはそのままじゃないんですよ。やっぱり一生懸命種まきをしないといけないんです。でもなかなかこれ我々気体の塊ですから、過去世からね、気はこれ怠ける、体も怠けるで、精進の反対、コツ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 努力はできない。ほとんどの人がやっぱり怠け者ですよね。自分も見たらありますよね。すぐ楽がしたくなる。なかなかコツコツ努力できない。これが人間でありますけど、そういう私たち煩悩いっぱいの私を導くためには、この説法も大事なんです。私の学生時代ならばね、ある回ではね、1ヶ月間真剣にね、聞いたら、新人化粧できるぞとこう言ってね、だからそれ終わったら他のサークル入ってもいいと、それまではねこのサークルだけで頑張ってくださいと、1ヶ月間だけ聞いたら新人化粧できるぞというね、方便ですけど、まさにこれですけどね、実はそんな甘いもんじゃない。そんな1ヶ月聞いたぐらいでね、まあ親鸞上人は3ヶ月間でしたから、だからね、3ヶ月間頑張ればできるしました。でもあれは親鸞上人であって、歩いたらものすごい真剣な気持ちでね、9歳からね、もうこの菩提樹を起こされてね、明日あれと思う頃の灘桜、弱に嵐の不可のものかはと、こんな気持ち普通起きません。それ起きた信頼書にならば、この3ヶ月間ね、もう命がけのね、雨風雪はものの数かはで求めて3ヶ月間で逆進されましたね。でもみんながみんなそうじゃないですよ。やっぱり時間かかるんです。でもね、初めから言ったら、もうやる気なくなりますからね。それで、巨大な私たちを導くためには、巨大なものの触りを除くためにね、先ほど言ったような、ね、どんな悪人でも、ね、臨終に前日にお会いして、喜ぶことができたら、10年成就して救われますよと。因を隠して、初めの原因を解かずにね、結果だけを解いたんですよ。そこだけ読んだら、ありがたやとなりますよね。私もいけるかもわからんという、よし、門法していこうとね、前日にお会いして
ね、念仏の実践、ね、諸善の実践、善をやっていこう、念仏を実践していこうという気持ちになって、気体の触りが覗かれますよね。それでこの別字というね、心で、説いたというふうにこの勧行も読み取れると。でこれには大きく2つの読み方があってね、先ほど言ったようにね、過去の因を解かなかったのが多分正しいと思います、ね、まあ、それをまた、ね、違う意味でこれもこれいろんな読み方できますからね、別の時だから、ね、でも因果の通りから離れてこれはないから ね過去の因が解かない場合に結果的に解く場合もこれで言えますし、また今の因によって未来ずっと後なんだけども、ね、あまりにも未来が遠すぎたらね、やる気起きないんで、ね、あたかもね、すぐにできるかのようなね、ここはぼやかした言い方というか、お釈迦様の言葉と言ったらね、いろんな意味合いがあるんです。お経にはね、あえてね、はっきりした言い方がないところがあります。これはね、理由があるんです、ね、どちらでも取れるような言い方であるんです。例えば漢無量寿経や阿弥陀経はね、恩恵と言いましてね、表と裏があるんです。これ親鸞が初めてね、明らかにした表面的なお経の意味と裏の意味があると、こう親鸞は見抜いたんですね。これはお経だけじゃなくて、これクシャロにあるんですけどね、いろんなお経にあるんです、そういうのが。表と裏というかね、方便と真実というか、ね、だからお経はあえてね、もう微妙な言い方があるからね、いろんな解釈ありなんです、ね、もう誰が聞いてもね、もう間違わないような解釈であんまりないんです。それは聞いてる方がね、いろんな人がいるからです。ピンからキリまでね、まあ、今日は皆さんみたいに仏縁深い人が集まってますから、結構突っ込んだ話できますけどね、これがもし新しい方が来たら、結構私言い方ね、気をつけます、ね、やっぱりこれはお釈迦様にもありますよね。やっぱり聞いてる人の信仰の程度、それぞれ信仰の程度によって、この同じ説法でもね、内容も言い方もね、思いっきり変わってきます。だからお経の言葉といってもね、いろんな意味があるね。親鸞師の教えでもね、今真宗十派といって、いろんな派が分かれてるのもね、仕方ないんですわ。いろんな理解ができますから、親鸞上人の書かれているものでもね、これ以外にはないというのがね、あんまりないんですわ。いろんな捉え方ができるので、同じ親鸞師の教えでもね、いっぱい分かれてしまっている。仏教の宗派、仏教は多様性があるんですね。最近読んだのに今度あるんだけどね、なぜ仏教は多様化するのか、これなかなかいい本でしたよ。平岡聡先生の内容を書かれた本ですけどね、もう仏教ほどね、多様化した教えはないんです、ね、もういろんな仏教いっぱいできたのもね、そういう内容が仏教なんです。相手に応じて説いていきますから、真理をね、いろんな形で表しますからね、まあ、これは仕方ないんですけどね。だから固定したもんじゃない、仏教はね。真理をいかに皆さんにね、分かりやすく解くためには、やっぱりもう変化させる必要があったというのがあります。多様化するのはこれ仕方ないというか、だから全くね、浄土真宗、道元日蓮とかね、全く違う仏教に見えてもね、本質はまあ同じだというのが、まあ、この方の結論のように見えますけどもね。話を戻します。次ね、別義ね、でこれは先は時間でありました。次はね、意味ですよね。義はこれね、意味ね、意味が別々、いろんな意味で、理解ができると。さっき言ったようにね、漢無量寿経でもね、同じ仏語でもね、これをあなたの信仰によってね、ね、このいろんな解釈ができると。今のあなたに合った説明の仕方をすると。場所が変わったりね、皆さんがこれから2年後に聞いたらね、同じ質問してもね、話が変わる場合もある。あなたが進んでるから、進んだならば進んだ人に応じた内容の解かれ方がありますから。ただ同じ質問してもね、同じ説法にはならないんです。それが仏教のね、お経とか言葉にはいっぱいあるんですね。ね、義が別で、これはね、法を軽んずる心を破るため、ね、もしね、矛盾があったらね、仏法を馬鹿にしますから。だから仏教はね、矛盾なく解ける、これが面白いところ。これ仏教に越通というんだけどね、先ほど言ったようにね、この矛盾した
言葉がお経にいっぱいあるんだけども、これをよく聞いてみるとね、見事にね会通できるんです。これが面白いところね。真理が分かったらね、あの矛盾したように見えるところがね、会通といってね、会合う、通じるね、会通ね、矛盾したように見えても矛盾なくね、教えが解けてね、矛盾じゃないと分かるからね、仏法を軽んずることがなくなるんです。一つ私感動したのはこれ。例えばね、阿弥陀様はどこにおられるかといったらね、阿弥陀経では、西方十万億土ね、阿弥陀仏は阿弥陀経では、ね、西方におられる十万億土、ずーっと遠いところに阿弥陀様はおられますね。ところがね、カブル教ではね、すぐそばにいると、ね、ここを去ること遠からず、ね、もうすぐね、ここじゃなんですわ ね、ここじゃ、これあの七三郎が言ったね、ここじゃね、あの三河の七三郎という人がいてですね、阿弥陀様はどこにいるんですかという質問をしたんですね。白隠が意地悪でね、ちょっと質問したんですが、するとね、まあ阿弥陀様はお経にはこっちだけどもね、でもね、カブル教ではこちら、これをね、矛盾をついてね、どっちやってことで言わそうとしたんです、ね、困ると思って。でもね、救われたら分かるんですね、どっちも本当なんです。これで、ね、これを解いたのがね、法然上人の千尺宗の言葉、あの最後の部分にこういうのがあるんです。天上の月と水中の月の違いなんです。天上の月と水中の月ね、こっちは天上、こっちは水中のね月、こういう例えが千尺宗にありましてね、これで説明したらいいんですね。阿弥陀様極楽浄土はね、天上の月ふうにおられると、ね、これも本当、ね、雲があるから、煩悩という雲があるからね、月が見えない。雲が晴れたらね、天上の月のまんまが水中の月は、ここ胸ですよね、これが救われた人ね。どっちも本当なんですね。阿弥陀様はここじゃというのは仏法一体になったね、雲が、疑いの雲が晴れて、阿弥陀様がこの心の水中の月に宿った状態ね、これも阿弥陀様、あっちも阿弥陀様と、阿弥陀様というのは光ですから、知恵ですからね、これでこの矛盾をね解くんです。こんなんがいっぱいあるんです、仏教では。一見ね、まあ、これ白衣は意地悪というか試そうとしたんだけどもね、こんなねボンクラにね、ちょっと懲らしめてやろうと思ったんですがね、でももうお手上げ、こいつすごいなと思ったんですよ。学問ないけどもね、体験があるからね、矛盾なく理解できる。天上の月のまんまが水中の月と、ね、こういうのは会通と言います。こういうのがねお経にいっぱいあります。これをあの学者さんたちのね、うまく会通しているところが結構ありますけどね、こういうのはねありまして、だからあのお経を並べたらね、あの矛盾したところもいっぱいありますけども、それを正しく仏意を聞いたらね、別義であってね、法を軽んずる心を破るためにはね、矛盾なく解かないといけない、全知識はね。だから仏教を勉強しないといけません。これ矛盾だったら、なんや仏教っておかしい教えだなと、釈迦ね、おかしいこと言ったんかと、こう仏法ね、これ軽んずる頃起きたらね、方々で作るかも分かりませんから、まあ、そうならないためにね、お釈迦様はちゃんとね、どんな質問にも答えて、相手がねもう納得するような説法をお釈迦様はなさっています。釈尊ほどね口の達者な方おられない。しかもそれがね、温かいね、慈悲にあふれた説法なんですね。だからみんな心が穏やかになって、ね、心がみんなどんどんね変わっていってますよね。説法を聞いたら、仏法は尊いなという気持ちにさせる説法が、これが別義ですよ ね。相手に応じて、ね、意味でもね、いろんな意味で取れるようなお言葉がありますから、ただ固定化、実体化してはいけない。これ以外の解釈はダメだというふうにね、この執着せずにもっと柔軟に、ね、仏法の教えを捉えた方がいいと思いますね。まあ、これは私大事だなと思います。これ別義ですよね。で最後、
修行行欲意と言いますね。説いてる相手は修行なんですね。これ修行とはこれは修太の生じね、私も皆さんも過去世からずっとね修太ね、生まれ変わり死に変わりね、これをずっとね、昔から、輪廻転生してきました、ね、多くの生じを重ねている私自身が修行であり、みんな修行であります。でこの修行が凡夫がね、菩薩になる、ね、仏になる教えが仏教。こういう私たちはやはりですね、楽しませ仏法を聞きたい、悟り開きたいというね気持ちが起きるような説法をしないといけません。行欲ね、これ心行の行ですね。これ行はこれ、楽しむという意味もありますけども、敬うという意味があります。敬うね、あの心行の行はね敬うなんですね。素晴らしいなぁと随気善を起こせば、自分がそういう徳が得られますからね。随気善は素晴らしいなぁと、仏を信行すれば私も皆さんも仏になります。これは敬うですからね。仏を敬えば徳を敬う。私はなれないけどもね、やがてなれますから。徳を敬うことによってなれたらいいなぁ、素晴らしいなぁと思ったらやがてなれる可能性ある。ちょうど今子供がね大谷翔平を見たらね、大谷すごいなと思うことによってね、野球練習頑張ってね、そういう選手になれる人も出てくるかも分かりません。だから仏教はね心行で大事なんです。ただ四心心行の人はね絶対仏になれるんです。それはこの行にはね、敬うという言葉にはね、そういう働きがあるんですよね。随喜する欲もこれ欲生の欲ですよね。浄土に生まれたい、ね、仏になりたい、極楽浄土に往生したいというのもこれ入ってますよね。まあ、修行がやはりですね、楽しみ喜べるような説法ね、仏法を聞いたらね、よしもっとね、頑張っていこうと、仏法をもっともっと聞いていこう、もっともっとね、善に頑張っていこう、念仏を実践していこうと、そういうね気持ちが起きるような説法、向上心を起こさせるための内容が仏様の説法ね。我々修行が仏法を聞いたら必ずね、仏法で素晴らしいなぁと、真理を説いているね、浄土に生まれたい、ね、仏になりたいというね、四心心行欲生我国の心になれるような、まあ、そういうね説法をするのがお釈迦様なんですね。向上心を起こさせるため。だから重なる部分もあるかもしれませんが、これが仏様の説法だということで、これは否定できません。仏教を学んだら誰でもね、こうなりますから、誰でもね読んだら分かる内容なんですね。でそこでこれをもとにして、まあ、昔ちょっと論争があったということで先ほど話しました。でまあで結論は何か言ったらですね、一応禅道大師はこういうふうにおっしゃったんですね。当時の小論宗の人たち、小論学派はですね、この家無量寿経も流行ったんで有名になったんでね、読んで、この観無量寿経を読んで念仏を唱えている人はね、唯願無行だという、そういう理解だというふうにも言えますよね。願はあるけども行がないと、ただ南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏とね願ってるけども、一生増悪だからね、で根性では善やってないからね、行がないんですよ。行がないのに往生なんかありえないからね、往生できるとは書いてあってもずっと未来だろうというふうに取った気持ちもわかる。それを別寺院で別寺医師ということで理解した小論宗の人たちもわかります。でもね、禅道大師という方はですね、ご自身の鮮やかな体験から、ここはね禅道独自の解釈になりますけどね、この勧行をですね、これはこの臨終にね、もし念ずることができないものは南無阿弥陀仏って口で唱えるだけでも救われるような言い方があるので、でそれを禅道大師はね、信心欠如という体験で理解したんですよね。この南無阿弥陀仏を唱える、これ唱えてというよりもね、このね信心他力以降でこの鮮やかな
まあ、悟り体験なんですけどね、所持の体験であります。鮮やかなね、この阿弥陀仏に救われた体験からですね、この南無阿弥陀仏とあるのは、あのカムレス教にあるのは、これはね、南無は元なり阿弥陀仏は行なりと、こう理解したんですね。発願栄光の儀、この行阿弥陀仏ね、これは我々の元でもなければ行でもないとね。これ新種学ではね、願せずの願人、行せずの行人といってね、救われた人から言ったらね、私の願じゃないけど私がなったんだと、願せずの願人、行せずの行人という言い方がありまして、私が願ったわけじゃない、私が行したわけじゃないけどもね、いただいたらね、ね、願せずの願人、行せずの行人になって、私が南無阿弥陀仏だと。だから願も行もね、これ阿弥陀様の願行だということでね、だから、ね、行があるんだと。この阿弥陀仏という四字にね、もう報道菩薩の修行でなされたものが入っているというふうに解釈されて、ね、唯我無行じゃないよと。まあ、これはあの桓武領事教書にね、そういう過去でそういう論争があったんで、それをこの桓武領事教書で、こういう言い方で、反論して一応打ち勝ったことになってます。でもこれは根拠はどこですかと聞かれたらないんです。禅道の解釈であって、お経にそんなとこにあるんだ言われたらね、あるんかなとね、分かりませんけども、一応お経にはないけども、まあ、体験から言ったら間違いないということで、おっしゃったんです。だからここでちょっと難しいけどね、この実は桓武領事教もね、阿弥陀経もね、大分領事教もね、どちらとも読めるんです、ね、聖道仏教のお経とも読めるし、浄土仏教のお経とも実はね、読めるんです、ね、これは有名な安田理人さんがおっしゃってましたね。実際桓武領事教なんかはね、明らかに普通読んだら浄土仏教のお経ですから。でもそれをね、曇鸞大師や道釈や禅堂がね、浄土仏教のお経として位置づけたんですよね。大分領事教もそうですよ。大分領事教もね、普通読んだらね、だから浄土仏教のお経のように読めるんです。だチベット仏教の中ではそういう理解ですよね。大分領事教にしても、だから両方読めるんです。でも他力栄光の体験から言ったらね、全くね、独特な読み方ね、シナジュならば「死神に栄光をせしめたまえ」とかいうふうに読んでですね、普通ならば「死神に栄光をして」のところをね、全くこんな読み方してはいけないのにね、そういう読み方をされて、同じお経でもね、自分の信仰体験、悟り体験からね、全くね、読み方を変えてまで明らかにするということがあるんです。だからまんざらね、浄土仏教をバカにできない。普通に読んだら浄土仏教の読み方になるんです。普通に仏教を勉強したら、だからここをね、道釈はね、有識も矛盾しないようにね、道釈はここをうまくね、越通というかね、うまくされていかれた。まあ大胆なのはね、禅道大師あるいは親鸞上人なんかそうですけどね、読み方をガラッと変えられる、まあ道元もありますけども、まあ、これは私は許せますね。なぜならばその方々はね、体験してますから、ね、自分の悟り体験からね、読み方をガラッとね、変えていく、これが多様性、先ほど紹介したこのね、平岡さんの方にもね、これ書いてます。そういう内容がね、もう思いっきりね、独特な解釈があってもね、 OK だと、ね、要は物理が明らかになったらいいということで、いうのが一応仏教になってますけどね、だからどちらもまんざらね、この論争はね、今後も続くかも分かりません。でも大事なのはやっぱりね、信仰体験、やはり悟りを開く、教えを実践していくね、これやっぱりね、これは間違いございませんから、コツ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 努力していく。でも中にはね、一部ですけどもね、突然バーンとね、全く極悪人でもね、少ないけどもいるんです、妙好人という方々が。でもそれを真似てね、でもその方は多分過去世で求めてきた人があると思います。それをね、わしらは全然前線でもね、みんな救われるんだということでね、ね、全然もう善の勧めを嫌ってね、やるのはどうかなと思います。まあそれを今から最後ね、ちょっと親鸞師の言葉をちょっとお借りして、その誤りを正したいと思いますけどね。
一応、まあ、この論争では、まあ、禅道大師はここをね、明らかにして、これ小論学科はちょっとね、論点を間違ったということで、別に否定はされてません。論点を間違ったということで禅道大師はおっしゃっているぐらいでね、これ小論集自体を間違えたとは言いません、ね、忠実に有識の教えを説いてますからね。じゃあこの親鸞聖人はどうなのかをね、今から見ていきたいと思います。親鸞聖人にはね、3箇所あります。禅が絶対必要なことをおっしゃったところがね、まあ、この涅槃経という言葉を引用されたところがね、3箇所あります。一番明快なのが有心正門院、あとね、お手紙、そして御朝正蔵松和さん、この3つにね、この道釈禅師が引用された涅槃経の御心をですね、ご自身の体験に重ね合わせておっしゃったところが3つありますね。一番分かりやすいのがこの有心正門院なんで、それを今からね、まず説明いたします。こういうふうにね、おっしゃってます。過去苦恩に三号ガーシャーの書物の世にいでたまいしとき、自力の菩提心を起こした、そして豪者の禅言を収めたことによって今合力、ね、大願合力、願力に会うことが得られました。だから夢絶対に禅言を阻止したり、絶対に、禅を説く者をですね、仏性仏や聖者をですね、軽んじて禅の勧めを説く者をですね、癒しんだりしてはなれませんよと、こうね、親鸞聖人は戒めてます。この文章はね、心宗学ではね、ちょっとね、と思ってしまうんです。だからここはね、誰もね、触れてません。なんか教えが崩れるような感じもするんです、これ。でもね、間違いなくおっしゃってるから、ここをどう読むかなんですけどね、うん、これは実際道釈禅師がこれを根拠にして先ほどのね、小論師の人たちの考えを破ったんですよね、うん、まずは文字通り読みましょうね、言葉通りね。これ親鸞聖人ご自身の体験でもあると思います、ね、もちろんこれは涅槃経にあるからですよ。涅槃経にあるからです。過去苦恩にね、自分の体験からずっとね、生まれる前からこの親鸞は過ぎ去ったずっと苦恩、久しい遠い、ずっと昔においてね、ゴーガーシャーかけるこれ3であります。涅槃経ではね、半号ガーシャ、1号ガーシャ、2、3とね、いっぱい出てくるんですね。で、3まで出てきますから、それで、3号ガーシャとね、 3× ガンジス川の砂の数ほどの、諸仏型と過去世で皆さんもきっと出会っていた、で親鸞もそうだろうと思われたんですね。で、3号ガーシャの諸仏の世に、ね、皆さんも生まれてきっと禅師から仏法を聞いたと思います。で、その頃はまだ救われてませんからね、自力の菩提心を起こしたんだと。でもこれもね、あからさまに否定してはならないんです。救われるまではある意味自力の菩提心なんですね。救われるまではね、まあ、この自力他力はね、親鸞聖人以降にできた言葉というか有名になった言葉ですからね。それまではこの菩提心でもね、2つなかったんですよ。菩提心自体にね、2つ説いたのは禅寝坊昭君さんの親鸞聖人が初めてでございますから、それまでは菩提心に2つあるという言い方はなかったんです。で、親鸞聖人時代から禅寝坊さんが使われ、親鸞聖人も使われて、この菩提心に2つあることが問題になった。これは戦略集にね、これが問題になって、ね、これ2つあると言わないとね、法然聖人もね、やられてしまいますから、それで法然聖人をね、守るために2つあるんだと。で、法然聖人が否定されたのは自力の菩提心であって、ね、他力の菩提心はこれが他力恵光の信心だというのが親鸞聖人の見解であります。禅寝坊さんも多分それだと思います。でも救われるまではね、やはり自力の菩提心を起こしてずっとね、覚醒から、ね、生まれ変わり死に変わり、求めてきたんですよと。そしてね、それまでには膨大な禅言がやっぱりね、
必要なんです。これ有識から言ってもね、白いといってね、ものすごい善がいっぱいある。それはやっぱりね、まかりなりにもやっぱりね、収めてきたね祝善がなかったらやっぱりね、仏法を受けないしね、悟り無理なんです。これ有識学んで思います。やっぱり蓮如さんがおっしゃるね、祝善任せ、これは正しいと思います。でもこれをなぜか信じた人は嫌いますけどね、この言葉をね、とにかくあまり品川のせいにしてね、品川これ言ったんで、祝善はもう言うなみたいな感じになってますけど、私は言うてもいいと思ってますね。教えがそうだから。で蓮如さんはこうおっしゃるね、祝善があるかないか、まずね、南が信心欠如ありかしと常識思い反べり、まず信心欠如最後で蓮如さんは願われた、ね、どうすればなれるかといったら、誠に祝善任せ、祝善で決まるとおっしゃってますね。じゃあ祝善があるかないかはどう判断すればいいかといったらね、御文章にはね、御性を大事に思い仏法を尊く思う心あらば造業を捨てて一心に阿弥陀仏に奇妙をできるとおっしゃってます。だからこの心があった人が救われるね、諸事に入れる、阿弥陀仏に救われるんです。この心はね、私は思うのはやっぱりね、仏法を隠せからずっとね求めてきた、そう因縁がないとね、なかなかね、この2つってね、あんまりいません。私もささやかながら学生時代19歳でご縁があってね、今62ですけどね、この2つが揃う人なんてね、めったに皆さんぐらいですよ。まあもちろんいるかしれませんけどね、めったにこんな心ね、起きないです。御性が大事ね、そして仏法は素晴らしいなぁと、ね、思う心、これがあったら救われる、まあ、ある意味これがね、一つのね、祝電があるかどうかの目安、過去から仏法を求めてきた、こういう人ならばね、臨終、先ほど言ったようにね、臨終も危ない時でもね、禅師が来た時に禅師から教えを説法を聞いて念仏10年成就して救われる可能性があるんですよね。でもみんなみんななりません。これなかったらね、大乗仏教をそしるしね、喜ぶことなんてないです。もう簡単に聞く気持ちなんか聞いてしまいます。やっぱりこれやっぱ大事だと思いますよね。で信頼承認はね、過去世で仏法を求めてきた、そして豪者の善言、ガンジス川の砂の数ほどの善言をね、収めたことによってとありますから、これがちょっとあれと思うんですね。あれ善間に合うんかということで、まあ、ここはちょっと祝電についてね、理解を深める必要がありますけども、一応言葉通り取ったら、過去世で豪者の善言、根性もそうですよ、指南書にはずっと20年間ずっとね、命を懸けて仏法を求めていかれました、それも含まれてますよね。豪者の善言を収めたことによりてですからね、やっぱり善言が絶対必要だから、祝善任せとも言えますよね。そして指南書には今ね、今別の有心証文にはこれ大願合力とあります。いくつかあるんで、有心証文には、ね、何冊か書き残してね、異本といってこの違う有心証文がありますから、だから本の違いによってはね、この大願合力というにある場合、ある場合もあればない場合もあります。今願力に、今大願合力にもう会うことを得たりと、あるいは今願力に会うことを得たりと、でこの後に注目するところは、夢絶対にね、善言を収めたことによって救われたんだからね、仏法者はね、絶対に善言をやることをね、善の否定をしたり、あるいは仏性といったらね、善の勧めを説くのが仏性だからね、仏や聖者たちをねバカにして善の勧めを説くのが仏性ですから、仏や聖者ですからね、それを軽蔑してね、いやしくしてはならないと、実際あったんです。当時はもちろん念仏が尊いですけど、だからといってね、念仏が尊いからといって諸善をバカにしてね、造業といってね、そんなバカにして善なんかしなくてもいいんだとか、こうなってしまいがちなんです。それを親鸞聖人晩年ですね、それは間違ってますよと、親鸞は豪者の善言をね収めたことによって願力にあったんだから、救われた人は絶対に善言をね、そしることもしない、いや、してはなりません。ね、仏性、ね、尊い聖者方をね、
卑しくね軽蔑する人があったんですわ。聖道仏教をバカにした人があったんですよね。親鸞聖人は聖道仏教はねそんなバカにする教えじゃないですからね、はっきりこの、ね、どういう教えかを説いてます。この書かれたものにね、卑しくしてはならないとおっしゃるんですよね。でこの内容がね、皆さんに先ほどちょっと送ったかもしれませんが、見ていきましょうかね。ちょっと今のこの内容が先ほど言ったところにちょっとありますから見ていきますね。まず最初からいきます。まず別寺医ですけどね、これは別寺医師とも言うと、別寺とは今でなく、将来ね、この先のことで将来においてもたらされる利益を今即時あたかもねすぐに得られるかのように説くことを普通は言います。でこの言葉が出てくる源は正大乗論というね、本に説かれる四意趣、仏の四種類の説法が説かれている、平等別寺別義至上行欲の中の一つが別寺であります。で、遠い未来別寺、ね、にうる利益をまるで即時に得られるかのように説かれたように勧行では見えたんです。で正論学徒正論宗の人たちは勧行の念仏往生を別寺意思というふうに理解しまして、念仏は単に口で何万だ何万だとね願だけ願っていると、単に仏へ結ばせるだけの往生の遠い原因に過ぎないと、こういうふうにね正論学科の人は主張したんです。で四意思というのはですね、どういうのかと言いますと、時相手場所などによってね、時や場所や相手などによって異なる解き方を、された、それをこの経典観、これ矛盾がありますから、これをね矛盾に見えますから4種類に分類して、その方便の意思御心を示したものであると。で平等意とは差別にとらわれたものを導く解き方、別寺意は、気体の触りを、除くために用いる解き方、別義は、法を軽んずる心を破るために用いる解き方で、最後の至上行欲意は、向上心を、起こさせるために、ための解き方と4種類あると。意思というのはこれは心の向かうところね、趣だから心の向かうところね、意向や考えを言います。でこの、願行不足論というのがちょっとあるんだけどね、これはね、これは禅道大師が反論した内容なんだけども、この正論学徒の人たちはね、往生は別寺の論、ね、別寺ね、往生はずっと未来だというふうに言ったんですね。でそれに対して今だというふうにおっしゃりたかったのがこれなんですね。正論学科は願だけあって行がないというふうに捉えたと思われて、いや癌も行も揃ってると、これによって、論破することになった。それがね、ここにずっとありまして、ちょっと飛ばしましてね、ちょっと難しい内容がありますからちょっと飛ばしまして、結論はね、この浄土浄といってもですね、ブッダになるんじゃない、浄土といったらね仏じゃないです本当は、ね、あくまで浄土はね修行しやすい環境なんです。浄土宗もそうだけどね、浄土に往生したらね六度満行が実践できるから、この浄土に往生したら諸事になってね悟りを開くためのね善が実践できるんで、やがて仏になるんです。だから浄土に行ったらすぐ仏じゃないんです。ここでははっきりね、ブッダじゃないんだと、恵方といって極楽浄土の環境世界なんて恵方と言いまして、仏のね放物国土を目指すものであるからね、正論学徒が言うね、正論学徒は、意図を誤解しているということで論破されてるんです、ね、だから王女と成仏は本当はないんですわ。だからちょっとね、実は親鸞聖人と禅道大師ね、ちょっと違うところも実はあるんです、はっきり言いますと。で最後結論言いますとね、この親鸞聖人の六字釈はちょっと違います、ね、禅道大師と六字釈をね元にして
親鸞の場合はですね、本願力回向の立場でこのね六字尺を解釈されています。親鸞でなぜかね願行具足論は使われてないんですまあ目心はどうでしょうかね。だからそういうのは結構あるんですが、あの四高僧でもね 100% ね親鸞上人の教えじゃないんです。いっぱいあります、違うところが。でもいいとこ取りかもしれませんね、親鸞上人ね、七高僧のいいとこ取りをされたかも分かりませんから。だからもっと柔軟に考えてもいいと思います ねえ。そうじゃないとねもう読めなくなるからね。あの七高僧はやっぱりね、あの全部が全部ね浄土真宗じゃないんですわ。やっぱり一部分だけが浄土真宗になってます。だからもっと仏教全体のね私は視点で、あの七高僧も親鸞上人も見られたらいいと思います。でまた親鸞上人を絶対視するのも良くないかもしれません。すごい方ですけどね、いろんな視点がありますから。親鸞上人で書かれたものがね 100% 絶対じゃないから ねもちろん一番すごいと思いますけども、でもいろんな視点があるのもね事実ですから、無理やり固執してねあの囚われたら逆に仏教があの間違う可能性もありますから。で、最後の文章がねこの由心正思いの言葉を出してですね、ここ今そこに言いました。そしてね親鸞上人はねこれを出した後にね、まあ、自力の菩提心の育てを乾杯しられる、否定されてないんです。あの否定されてるように説かれてるね和算がありますけども、ここはね否定されてないんですよね、親鸞上人はっきりとね、自力の菩提心を起こしました。でこの後にね豪者の前後を収めたことによって今眼力に会うことができたと、こうあるからね、また同時にねあの当時の人たちはみんなね阿弥陀仏以外のね諸仏やあの仏をねあのけなしたけどもね、決して親鸞上人はね阿弥陀仏以外の仏や菩薩をね絶対に軽蔑してはならないし、絶対にね世の善善後をね阻止ってはならないと、これ晩年親鸞におっしゃったんです。これやっぱり私はねあの忘れてはならないと思いますよね。で、だからここだけ読んだらですね、あの祝前任せの詩は正しいんです。蓮如さんがおっしゃったこれは正しくなるんです。まあ教行信証にはこの言葉はありませんけどもね、この文章だけから言ったらね、晩年親鸞上人には祝世の前後という発想がねあったと思えるんです。多分これを元にして蓮如上人はご自身の体験からもねこの祝前任せ、これは覚如上人がおっしゃるし、蓮如さんがよく使う言葉、もちろんこれは禅寧坊師匠君も結構使ってるんですね。このお二方はねなんと先生が禅寧坊さんのお弟子から聞いてるんです。お弟子の系統なんですよね。真宗にはねあの学者がいなかったから。でもね正座派には結構学者がいたんでね、覚如さんも蓮如さんもねこの正座派の禅寧坊師匠さんのお弟子方から聞いて仏法を正しく学んだんですいうこともありますからね。だから親鸞上人にはないけども、ね、教えとしては存在するということでね、あからさまにこれをね否定するのはどうかなと思います。まあ、だからあと結論で言いたいのはやっぱりねこの遺書ですよね。やはりね法母罪はねやっぱり絶対ね作ってはならない。この人はやっぱりね助からない。でも教行信証信鑑には助かるようなふうに読めますけどもね、法然上人はあえてねノーコメントなんです。これ触れたくないんです、絶対助からないから。先ほど言ったようにねこれ作ってる人はね仏法にまあ会えないこともあるね。先ほど言ったようにねこれを阻止っとったらもうどうしようもない。でもね中にはね阻止っている人でもねこの極悪人でもね仏法を聞ける人はやっぱりいいんですわ。だから阻止ってもね仏法を聞けたらいいけどもね、普通はね阻止ったらね仏法を聞けなくなるんです。だからこのかわいそうなんです。だから阿弥陀仏は最後にね唯除五逆非暴生暴とおっしゃった。これを私の味わいですけども、私は本当にね阿弥陀様は除くという意味だと私は思います。なぜかと言ったらね初期仏教で書いてあるからです。初期仏教ではね夜がなったらね
覗かれるそうです。六十罪といってね、六つの重い罪、五逆罪と方々罪はね、初期仏教である六十罪と言います。これがね、覗かれると書いてあるんです。だから夜間の人はね、方々罪と五逆はなくなるんです。だからこれをね、文字通りね、若少女もし生まれた時にはね、我が国方法は覗く、本当に覗かれるんです。ただ救われた時は残ってる場合もありますけどね、絶対覗かれますからね、これが仏教ですから。だからここもね、私はその言葉通り取った方がいいような感じも私はいたします。はい、じゃあちょっと休憩を入れたいと思います。